国立情報学研究所の大波純一と申します。まず、このような機会を設けさせていただきましたことに、厚く御礼申し上げます。本セミナーは、数百人の方に、聴講いただいていると聞いております。本日は、約40分程度、解説をさせていただきますが、ぜひお部屋の温度などに気をつけつつ、聞いていただければと思います。それでは、本日は、文献や研究成果の検索基盤を利用した発見と題しまして、セミナーを開始させていただきます。最初に、少し自己紹介させていただきます。実は、もともとは、生物学の方で、学問を修めておりまして、動物学の遺伝子の解析のようなことをやっておりました。卒業後に、IT 企業で、製薬企業向けのシステム開発を行っておりまして、生物や情報工学の現場でとても多くのオープンデータを使ってきたことから、オープンサイエンスの重要性を認識いたしました。その上で公共データベースの現場に移動しまして、2012年から JST のこちらの現在の NBDC 事業推進部の方に移動しまして、ここから生物学のオープンデータの公開、具体的にはオーダー検索システムの開発などを行っておりました。その後、2020年の4月頃から国立情報学研究所に所属しまして、現在は新しい検索基盤であります Cyni リサーチを担当しております。今回ちょっとお勧めさせていただきたい Cyni という検索サービスの方なんですけれども、PubMed や Google とじゃあ何が違うのかというところをちょっとご紹介させていただいて、ぜひよろしければ使い分けなどを考えていただければと考えております。検索結果をさまざまな対象別に見分けて、それでどの検索基盤を使うかっていうのも考えてみてもよろしいと考えております。例えばよく使われる PubMed におきましては、バイオ分野の国際誌の論文を探すという意味ではストレートに見つかる検索基盤として使っていただくのがよろしいかと考えています。その一方で、例えば JST の J ステージである場合は、こちらは全分野の国内誌の論文を探す場合と、PubMed とは別の国内のものに絞って探す場合は、やはりこちらからということになると思います。さらに、Google スカラの方である場合は、全分野の国際誌および国内誌両方の論文を探す場合は、Google スカラが強いということになります。そして、Cyni の方となりますけれども、こちらの対象は、全分野の国内誌を中心とした関連する国際誌の情報が入っておりまして、さらに論文だけではなく、関連する研究データや書誌の情報も入っているというものになります。なので、学術情報としてどのようなものを探しているかということを判断した上で、ぜひこれらの基盤を使い分けていただくことをお勧めしたいと思います。というわけで、本日の方ですね、私の方から、このような内容についてご紹介させていただきます。1つ目が、Cyni リサーチ開発の背景です。2つ目に、国立情報学研究所における開発の内容について。3つ目が、Cyni リサーチ内部のデータについて。4つ目が、Cyni リサーチで研究データを発見する場合の例について、ご説明させていただきます。まず、Cyni リサーチ開発の背景について説明させていただきます。まず、近年の学術情報を取り巻く状況なんですけれども、非常に複雑化および膨大化しているということを挙げられます。例えば、一つの論文のアーティクルをそのまま見に行った場合、参考もしくはサプリメンタリーとなるデータが1本あたり約 200GB などのデータが付与されていることも珍しくありません。一本一本の論文でさえ、このような非常にインパクトのある状況なのですから、たくさんの論文を横断して探す場合は非常に困難な道のりとなるわけです。また、学際研究
といった活動も非常に重要となりつつあります。例えば、人文知と呼ばれる人文学や理系の情報も重ね合わせた状態で研究する分野の研究も近年盛んになってきておりまして、セミナーが開催されるだけではなく、そういったところの結果も分野にとらわれない結果としてどんどん出されているという状況です。さらに、研究のグローバル化といった状況もございます。これまで、それぞれの国の中で、やられていた、さまざまな、研究が、インターネット経由で、密につながるということで、国の中から外にデータや、研究成果を出したりすることもありますし、外の国の、データを、取り込んで、より研究を発展させていくということも、盛んに行われています。このような、膨大化、学際研究の、推進、そして、グローバル化というところを考えますと、既存の、検索や、学術情報の発見では十分になっていないというところもございます。今申し上げましたような、さまざまな、学術の、情報におきまして、学術情報を、発見するための基盤というものは、国ごとにどんどん作られている状況でもございます。例えば、欧州ではオープンエアと呼ばれる研究成果物を横断して検索する基盤があり、研究成果物はすでに1億2800万件載っております。イギリスではコアというものがあったり、アメリカではセマンティックスカラーというものがあったり、韓国や米国、ドイツなど、それぞれの国ごとに中で出された論文ですとか研究成果をどんどんまとめて外の人に見えるようにしようという活動が活発になっています。さらに分野ごとの情報発見についてもさまざまな基盤が提供されております。特に日本の国内では遺伝学研究所の DDBJ が遺伝子配列を出していて、こちらから検索できるデータは28億円に上ると言われています。また、今回のセミナーを主催されております NBDC 事業部さんの方でも、生命科学のデータベース横断検索を提供されておりまして、これにはデータが1億円載っていると聞いております。それ以外にも、物質材料科学や人文社会科学など、それぞれの分野で出ている学術情報を発見できるような基盤が次々とできているという状況です。また、企業が提供する学術情報発見の基盤としてもさまざまなものがあります。先ほどの質問の中でも回答としてありましたが、もちろん Google が提供する Google スカラーであるとか、論文データの管理などでよく使われている方もいると思いますが、メンデレーなども学術文章検索の基盤を提供しております。また、これ以外にも、クラリベート社や、ウェブオブサイエンスとか、エルゼビア社のスコーパスなど、有償で検索できる基盤も、多々ありますが、こちらではちょっと、オープンな環境でフリーで使えるものをピックアップしてご紹介いたしました。また、さらに、近年の、状況としまして、データの流通量も、非常に増加しているということが挙げられます。こちらは2005年と2014年のネットの通信帯域の総量を比較したものですけれども、全世界で9年間で約45倍に増えているということが言われております。その一方で、この広くなった帯域を使ってどんどんデータを流通させて研究の推進に充てられればいいと考えると思うんですけれども、米国や英国、ドイツなどと比較して日本のデータ利用や提供に関する意欲はまだまだ低レベルであると、あまり活発に行われていないということが報告されています。そのような中で、国の政策としまして、まず基幹リポジトリ、基幹ごとのリポジトリですね、研究データを置いておく場所、そういったところがきちんと設置されて、2025年までに全国の大学や法人さん、
において、データポリシーの策定率が 100% になるようにしようということがまず言われました。さらに、公募型の、研究としまして、2023年度までに、データマネジメントプラン、これは、研究データをどのように作って公開していくかという計画書になりますけれども、そういったものと、これに連動したメタデータの付与を行う仕組みの導入率は 100% に2023年度までになるようにしようということを計画しております。これが第6期科学技術イノベーション基本計画と呼ばれる定期的に国で設定している数値目標の中で設定されております。ただこの一方でこういったデータポリシーであるとかデータマネジメントプランをガンガン作っているという大学や研究機関はまだまだ少ないと考えております。そこでここでは公的資金による研究データ管理利活用に関する基本的な考え方と研究データの基盤システムであります NII リサーチデータクラウドについて少しご説明させていただきます。今申し上げましたようなイノベーションの基本計画に基づいて推奨されている基盤としまして、国立情報研究所 NII が提供しております検索の基盤であります参入リサーチとデータのプロジェクトの管理基盤であります学人 RDM、 そしてデータを公開蓄積するリポジトリのジャイロクラウド、もしくはソフトウェア名が WECO3 というものなんですけれども、そちらをご利用いただいてデータをどんどん公開できるようにしようという活動が推進されております。こういった NII で実施している基盤の活動についてご説明させていただきます。国立情報研究所では、すでにさまざまな学術機関などの組織と協調しながら、多様なコンテンツを IT サービスを通じて提供させていただいております。特に多くの方にご利用いただいているのは、論文情報を検索するサービスであります、サイニー。それから、日本学術振興会さんと共同で、科研費のデータベースであります、科研なども、お使いいただいております。ただし、こういった、複雑化する学術情報の発見のためには、既存の、これらの、基盤だけでは、まだまださまざまな要求を満たせないということも分かっておりまして、新しい基盤を作ってほしいという、声が、高まっておりました。そのような中で、NII としましては、次世代のサービスをどのように形作っていくかということを2017年度頃から検討開始しておりました。その流れの中で学術情報発見のための次世代の際にサービスをしまして計画が始動しまして、その中に統合的にさまざまなデータを入れることであるとか内部のデータの情報統合化もしくは名寄せと呼ばれる処理を行ってどんどん高度化していくという設計を進めてまいりました。実際の NII の方で提供している再認リサーチができる前の状況としましてはこの図のようなものになります。研究関連リソースとしまして書誌情報ですとか論文情報、研究課題や博士論文、研究データといったそれぞれの情報を別々な基盤から検索して発見できるようになっていて、ユーザーがそれぞれを見つけることができるということを提供していたんですけれども、近年では別々の基盤から関連データへの部分のアクセスができるだけならちょっと物足りない、本当はそういった論文や研究データ、その他のデータというのは内部で密接につながっているはずのもので、それらの関係性もしっかり見えるようにしてほしいという声が上がっておりました。そこで国立情報学研究所ではそういった学術に関連する情報を
内部のエンティティと呼ばれる、一つ一つのデータ間の関係性を、もとに、例えば引用関係であるとか、親子関係、同一関係や、時空間情報というもので、つなぎ合わせまして、内部の、データのまず統合化ということを行いました。そして、これらを検索できるように、知識発見基盤をまず一本化しまして、エンティティの関係性を介した統合された情報を発見できるようにしたというところになります。この統合化されたデータを検索基盤であります、サイニーリサーチというところから一度に検索できるようにしまして、その際にこちらのポリシーとしましては、できるだけスムーズでスピーディーにアクセスできるように、維持アクセスという言葉で、その動作を規定しております。また、内部のエンティティ間の関係性を、きっちり、内部で設定しましたことで、内部のデータを、ディープに検索することができる、ディープサーチもできるようになったと考えております。このような、イージーアクセスとディープサーチの2つの要件を満たす、新しい検索基盤として、サインリサーチを開発し、公開してまいりました。サイニーリサーチの基本動作といたしましては、このようなものになっておりまして、2000万件を超える研究データや論文、書誌情報、プロジェクトデータなどのシンプルな横断検索と、先ほど言いました、様々な関係性を示すデータを深く調べることができるディープサーチができるようになったということを示しております。こういったデータをユーザーである研究者さん、図書館員さん、調査担当者さん、それぞれの使い方で活用いただくことで、学術の推進につながるということを考えております。こちらで示しておりますのは、先ほども少しご説明いたしました、NII で学術の情報の流通につながる基盤の全体像でございます。先ほど説明した検索基盤のサイニーリサーチと、プロジェクトの管理を行う学人 RDM、そしてデータの公開を行う Web3 といったところを並行して開発いたしまして、2021年からそれぞれ運用を開始いたしております。続きまして、サイニーリサーチの内部のデータについてご説明させていただきます。こちらが実際に2021年4月から正式公開されましたサイニーリサーチの画面になっております。真ん中のシンプルな検索ボックスの画面から論文、博士論文、研究プロジェクト、研究データ、そして書誌といったそれぞれの多様なエンティティに検索してアクセスすることができ、それぞれの検索結果のスニペットなどは、それぞれの検索するデータの種類に応じて様々に最適化されています。サイニーリサーチに含まれるデータは、先ほどの様々なデータそれぞれが非常に多くなものが含まれておりまして、開発当初は2000万件だったんですけれども、現在ではすでに3000万件を超えておりまして、そういったデータを一律に検索することができるようになっております。ただ、これらのデータを、NII がもともと公開していた学術サービスをそのまま入れたわけではなくて、内部でさまざまな処理を行って内部で使えるようにしております。そのような処理の一つが、こちらの JP コアスキーマをベースとした検索フィールド定義の設定です。JP コアスキーマ、オープンアクセスリポジトリ推進協会というところでは、学術情報の標準となるスキーマ情報を構築、公開しておりまして、これによってメタデータの標準化ですとか、国際的な相互運用の向上に結びつけられるということが言われておりました。そのため、サニーリサーチの中に含まれているデータをこのスキーマに合わせてフィッティングさせることで、より検索結果の
まあ、標準化ですとか、まあ、総合要請の向上につなげたというものになります。JP コアスキーマに格納されて構造化されたデータには ID なども付与されております。各データ、さまざまなものがあるんですけれども、この表に示しますような、いくつかの ID などが入っておりまして、例えば、論文などの、属的識別値として有名な DOI におきましては、全体で1900万件に上りまして、これを利用して、名寄せの同定などを内部で行っております。データの名寄せの例について、ちょっとこちらで模式的に説明いたします。例えば、論文の中で ID を持たない論文があって、それに DOI を付与できるパターンというものがございます。サイニーリサーチでは、さまざまなリソースから論文などのデータを集めて、マッチングなどをしてたりしているんですけれども、同一論文と判定されたサイニーリサーチ、CIR と略しておりますけれども、その論文に DOI を付与する場合は、こちらでちょっと模式的に説明したいと思います。例えば、論文データ A というものがあって、タイトルと著者名、ジャーナル名があって、DOI がないけれども、リソースは A というところから持ってきた、そういうデータがあったとします。それに対して、論文データ B というものがあって、こちらはタイトルも著者名もジャーナル名も論文データ A と全く同じ、完全一致するものであったとします。しかし、論文データ B の方には DOI が含まれていて、ソースは B から持ってきているというものがあったとすると、サイニーリサーチの中のマッチングアルゴリズムでは、これら A と B を同じものだと一定の基準で判断いたしまして、その上で名寄せと呼ばれる処理、つまり A と B というデータから新しく論文データ C というものを作り、A と B の代わりに格納するということを行っています。論文データ C におきましては、A と B で共通しているタイトルや著者名、ジャーナル名を格納し、B の中にしか入っていなかった DOI を A にも該当すると考えまして、DOI を入れて、リソースは A と B の両方から持ってきたので、リソース情報として A と B を記述します。このようにして、データの合理的な表示であるとか、各エンティティのメタデータのリッチ化ということを実現しております。今言いましたような、名寄せなどを行って、まとめた、結果のサイニーリサーチでの見え方についてご説明させていただきます。例えば、こちらが、ある論文なんですけれども、上の方にタイトルがあって、著者名や概要などが真ん中の方に示されております。そして、それの収録刊行物情報であるとか、非引用情報であるとかが下の方についているんですけれども、これらというのは、もともとのリソースの一つの方には全て載っているわけではなくて、実はここの右にちょっと小さいんですけれども、JALC とクロスレフという単語が入ってあって、それぞれ2つのリソースから持ってきているんですけれども、2つのリソースで持っていたものをつなぎ合わせて、このような論文の一つの情報を作り出しているというものになります。これがいわゆる名寄せで出来上がったデータの品質向上ができたというものになります。そしてですね、順番がちょっと前後しましたけれども、研究データの場合は、このような表示になっております。例えば、クックパッドのデータを、研究で使えるように公開しているところがあるんですけれども、そのデータを使って、例えば、論文を新しく作ったというのであれば、下の方に関連論文がつながって表示されますし、また、この元のデータを使って、さらに別なデータを処理して作ったという結果がございましたら、さらに下の方に関連研究データとして、親子関係にある研究データも
つながって表示されます。このようにして、サイニーリサーチの中では、積極的にデータ間の関係性であるとか、論文や、研究データの名寄せを行って、より良い合理的なデータの表示の仕方をしております。最後に、サイニーリサーチで、研究データを発見する場合の手順について、ご説明させていただきたいと思います。現在、多くの人がまだ気にされている新型コロナウイルス感染症 COVID-19 の研究について少し絡めて説明させていただきます。最近もまだ予断を許さない状況が続いておりますが、このコロナ禍を収束させるため、医学や薬学だけでなく多様な分野の研究者が各立場から状況を分析したり解決策を模索していると聞いております。そういった研究には背景情報ですとか先行する研究データなど踏まえておくべき情報が多々必要です。例えば医学薬学の研究者でしたらウイルスの特徴を調べてワクチンを開発したいという目的がございますし、生物学の研究者でしたらウイルスの由来を調べて感染経路を特定したいという要望があると聞いております。また社会学の研究者の方からは感染拡大防止のため人の移動の基準を定めたいという話がございまして、そのために何らかの情報が欲しいという依頼がございました。また歴史学の研究者からは過去に発生した類似の状況を比較したい、そのために過去の感染症の情報を知りたいといった希望がございます。さらに情報学の研究者からはSNS での情報拡散をモデリングしたいという話があって、その場合に SNS での、COVID-19 についてつぶやかれているデータなどを丸ごと欲しいといったことが研究の過程で言われています。こういったさまざまな話に対応するためにどういったことをしていくべきかということを検討いたしました。例えば、2018年以前のコロナウイルスの研究はどうだったかということをこちらの方で確認しています。先ほど言いました日本学術振興会さんと共同で公開している科研費の科研データベースから、まず今回のコロナ禍が始まる前の2018年までにコロナウイルスに研究プロジェクトがどのくらいあるのかということを調べました。その結果、こちらの中で、コロナウイルスや、コロナウイルスの、亜種であります、SARS や MERS といった、キーワードを含む研究タイトルを調べまして、それが、例えば1973年とか1986年といった、昔から、今までどのぐらいあるのかというのを調べると、49課題、21課題、29課題、5課題といった感じで、まあ、全部合わせても100件いかないぐらいというプロジェクトの件数でした。その一方、じゃあ2021年度コロナウイルスという単語が含まれている研究は科研の中でどのぐらいあったかというのを調べますと、全部で78課題あって、まあ、それまで数十年かけて集めた研究課題を、まあ、1年で超える量が一度に増えたというものになります。なので、まあ、研究課題自体が増えたということはイコール、それによって公開される論文や研究データも爆発的に増えているということを示唆しています。そういったどんどん公開されている研究データを研究者がどのように発見していくかについて、サイニーリサーチを使ったケースで説明させていただきます。例えば日本の研究者が日本の中で COVID-19 の感染状況の研究データを利用して社会情勢との相関を調べたいということがあったとします。そのために研究の足がかりを発見しようとしまして、例えばサイニーリサーチにアクセスしていただいて、
コロナウイルスの感染であります COVID-19 インフェクションなどで検索してみます。検索の結果はこの画面のようになっておりまして、左側のアイコンにある研究データや論文、本院博士論文といったものにそれぞれヒットしたものがあるということがこちらで数値で示されています。全体ではすでに1000件以上の COVID-19 のインフェクションに関連する研究がありまして、この中から研究データに関する情報を絞り込んでいけるというものになっています。先ほどの画面からさらに研究データというタブでフィルターいたしまして見てみますと、こちらちょっと古い情報ですいません、ちょっとまだ前にやったものなんで2件と少ないんですけれども、日本の研究者が登録した回帰分析に利用した感染者数などの研究データが登録されているということが分かりました。これをさらにリンクをクリックして開いてみます。こちらはサイニーリサーチの中の研究データのページです。真ん中には研究データ自体のメタデータが記述されておりまして、研究者が再利用する際のライセンス情報などが示されております。小さいですけれども CC BY 4.0 となっておりまして、クリエイティブコモンズの再利用の基準に従ってデータを使うことができるというものになっています。右側の方には識別子などの情報が記されていて、サイニーリサーチで独自に内寄せした複数の DOI 情報がこちらに実は記述されています。内寄せの手順につきましては、先ほど模式図で示しましたような形でやったアルゴリズム以外にもさまざまな基準で内寄せしておりますので、随所にこのような内寄せですとか統合化の結果を見つけることができると思います。また下の方にはこのデータを利用して実際に発表された論文が示されておりまして、この研究データの単体ページを見ることで、このあたりの全体像は見分けることができるというものになっています。こちらの DOI の方を実際にクリックしていただきますと、こちらの実際の研究データのページの方に行きます。こちらの方はもともと J ステージデータさんの方で公開されたデータをサイニーリサーチの方で受け取って公開していたものになりますので、J ステージデータさんの中のダウンロードなどのリンクから実データをダウンロードしていただいて、研究者さんが皆様使っていけるというものになっています。というわけで、COVID-19 などを利用しました研究データや論文の派遣についてご説明させていただきました。最後になりますけれども、サイニーリサーチは現在も膨大なデータを抱えておりますけれども、これからもどんどんカバーする領域を広げていって、海外の研究データ基盤であるとか、国内の分野別データベースなども強調して利用できるデータの増強と、中身のデータの際に独自の品質向上に努めております。ぜひご活用いただければと思っています。一件だけ追加で説明させてください。今年の6月より検索対象に NBDC 事業部さん、今回の主催の方ですけれども、そちらの方からインテムバイオデータベースカタログと呼ばれる生命科学のデータベースのカタログを提供いただきまして、サイニーの方からも継続できるようになりました。内部では論文の情報も紐づかせるなど処理させていただいておりますので、こちらの NBDC さんで使う結果とはちょっと違った部分もあるんですけれども、それぞれの検索基盤をうまく使ってぜひ研究にご活用いただければと考えております。これまでのまとめとなります。学術情報を取り巻く状況から大規模な研究データへの需要や日本の政策的な学術データ利用への期待から研究データ基盤システムであります
NYI の中のリサーチデータクラウドとサイニーリサーチが誕生いたしました。サイニーリサーチの内部には、論文や書籍情報のみならず、研究データや3000万件以上の多様な学術情報が統合されています。今後は海外の学術基盤や分野別データ基盤とも連携して、さらに新たな知の循環へ貢献していきたいと考えておりますので、ぜひご活用ください。以上で全体の発表を終わらせていただきます。時間の方がまだございますので、ここからは、ライドの方にいただいております、質問の方への回答をさせていただいてもよろしいでしょうか。ご質問1件いただいたということで、こちらでお答えさせていただきます。研究者ごとに生データやメタデータの公開リポジトリを、ドライアドやフィグシェア、ゼノードなどに置かれていることが多いかと思いますが、これらの各種データリポジトリについても DOI がついていないものは独自に発行して、論文に紐付けているという認識になっておりますでしょうか。ご質問ありがとうございます。まずですね、フィグシェアなど、ゼノードもそうだったかな。こちらの、確認いただいた国際的な、リポジトリの方、しか登録されると DOI が、付与されていたかと存じます。そうですね、NYI の中のサイニーの方では、DOI を独自に発行するということはやっておりませんで、すでに発行された DOI があるものが、名寄せされれば、統合して、すでに DOI が2種類発行されているものとかあれば、2つ画面に表示するというものをやっています。そうですね、皆様、そうですね、研究データを、作られたりして、論文を投稿するたびに、どこかに公開しなければいけないということになって、その時に、フィグシェアなどの無料のところに出されたりすることもあると思うんですけれども、先に無料のところに出して、後から例えば、期間ごとのリポジトリに、改めて置いたりするというパターンもあって、どうしても1箇所だけに置いて、それで終わらなかったということも、よく聞きますので、そういった場合でも、複数の同じ情報が重なって、たくさん検索結果などに出てくるのは、そうですね、発見する側としてもよろしくないということを考えておりますので、そういった場合に、基幹リポジトリなどでは、DOI が発行されていて、フィグシェアなどでも DOI が発行されている場合は、それらのデータを統合して、2つの DOI をサイニーリサーチの方で表示したりするということをやっております。そうですね、ありがとうございます。ごもっともな質問で、なかなかそのあたりの、現場の判断がすごくしにくいということも、今の、研究データの研究の、やり方が変わっていくという状況の中ではあると思いますので、ぜひ、今後とも、国立総合研究所や、うちのバイオの、NBDC さんなどと、いろいろと、相談しながら進めていけるのがよろしいと思います。以上とさせていただきます。どうもありがとうございました。